レクサス松山インター。こんにちは、FM FC の小原元樹です。今日は、こちら、レクサスの NX350 を紹介していきたいと思います。もうパッと見なんですけど、本当にかっこいいですよね。皆さん見てください、このもうなんかスポーツカーみたいな感じのなんか仕上がりなんですけど、なんかどっから見ても結構誰が乗っても似合うような車にって感じです。もう感想はそんな感じです。ちょっといろいろ見ていきましょう。もう横からもそうですし、車のなんていうんですかね、もうバランスがすごく良くて、ちょっと後ろ見てください。この後ろなんですけど、ちょっとこのふわっとこの辺出てるじゃないですか。出てることによって多分すごいバランスが取れてて、後ろからのイメージっていうのがすごい強烈的にかっこいいです。めちゃくちゃかっこいいです。これは一周しますか。しましょう。思わず何回もかっこいいって言葉がこぼれてしまうような。いや、ね、どうですかこれ、めちゃくちゃ良くないですか、うん、これモテますね。これ乗ったら絶対モテます。一押しですね。はい、たら運転席乗ってみますか。乗ってみましょう。行きましょう。いやー、これいいですか。すいません、ちょっと乗ります。これやばいっすよ。とりあえずこのナビ見てください。皆さんドーンとめちゃくちゃでかいっす。で、ボタンがこれもう全部なくなってて、ボタンの分をなんか画面に使ってるんで、その分すごいでかい、なんかシンプルな形なんですよ。なんで多分女の人が乗っても男の人が乗っても本当使いやすいし、便利さっていうのはすごいあると思います。これは確かにこれだけ大きいのはなかなか見ない。そうですよね、初めてです自分も。すごいワクワクしてます。ちょっとエンジンかけていいですか。はい、行きます。おお、これすごいっす。マジですごいっす。これ静かですね。めちゃくちゃ静かです、見てください。すごいっすねこれ音楽。こんな感じですか。ETC カードが挿入されています。すごいですねこれ。さあ皆様、ファンの皆様、これが小原選手の助手席からの風景になります。いやいやいや、ドライブ行っちゃうよって感じで自分はもう常に上機嫌なんで、はい、行ってみますか。はい、少し行きましょう。つけて行きます。しゃ、じゃあちょっと運転します。ちょっと狭いな。ちょっと気をつけて。うおぉ、今見ました。これ実はアクセルちょっと踏むだけでめちゃくちゃ進むんですよ。馬力がすごいっす。で加速がでもスムーズですね。めちゃくちゃスムーズで静かだし、すごい乗り心地は最高ですねこれ。シートの座り心地はいかがですか。いや、もうこれめちゃくちゃいいっす。もう乗った感じでもう分かるんですけど、もうなんていうんですか、何時間乗ってもというか長旅してもなんか疲れない感じですね。多分そんな感じがします。なんか安心感ありますね。そうっすか、うん、めちゃくちゃいいっすね。こんな車でドライブ行きたいですね。めちゃくちゃ行きたいっす。ちなみに小原選手、はい、去年この撮影の時にみんなに聞いたんですけど、ちょっとまだ練習始まったばっかりで難しいかもしれないですけど、はい、この車で出かけるとしたら FM FC の誰とどこに行ってみたいですか。うわー難しいなー、誰とどこに。でも自分結構森下玲也くんと仲良くさせてもらってて、すごいお世話になってるんで、はい、ちょっと玲也くんなんかを助手席に乗して、はい、ちょっと海沿い走りたいですね。愛媛のおしゃれですね。おしゃれに男2人で海沿いドライブです、はい、海沿いドライブでもしたいですね。普段森下選手とはどんな会話をされてるんですか。いやー、もうたわいのない会話っすよ。もうなんかアホなことばっか話してます。なんか共通の趣味があったとかは特にないんすけど、うん、なんすかね、もう普段から常になんか一緒にいる感じはしますね。
違うんですね。練習の時とかも始まる前とかも。じゃあピッチの中でも2人のコンビプレーに、はい、注目してください。注目ですね。はい、小原選手今年背番号10番を、はい、別ナンバーを背負いますが、10番はご自身で選ばれたんですか？そうですね、一応自分が10番つけたいというふうに言わせていただきました。去年の活躍があってサポーターの期待もすごい高いと思いますが、10番という背番号に対しての思いというか。いやそうですね、去年やっぱ最後の方何試合か出させてもらったんですけど、やっぱ悔しい思いっていうのはみんなも同じですし、自分もすごい感じてて、まあ今年しっかり1年で J3 優勝、J2 復帰っていうのは、まあしたいっていう強い気持ちと覚悟を持つっていう上で、もう自分にもうプレッシャーをかけたいなと思って10番を選ばさせていただきました。素晴らしいですね。ぜひスタジアムをあのユニフォーム買っていただいた方、10番たくさんつけられてると思うんで、はい、今と同じ思いで戦って、そうですね、はい、活躍していただきたいと思います。そして小原選手、休日って普段どんなことされてるんですか？まあ、最近はそうですね、もう1月2月とかは結構やっぱドタバタしてて買い物とかが多かったんですけど、もう落ち着いてきてからは、まあでもまあネットフリックス見たりとか、はい、まあ家で結構過ごすことが多いですね。でも自分アウトドアなんで結構いろんなとこ行ってみたいってのあるんで、これからどんどん知っていけたらなって思いますけど、釣りとかも好きなんですよ自分。あ、そうなんですね。はい、なんで愛媛の結構釣れるっていう風に聞くんで、釣りとかどっか観光地巡ったりとかしたいです。なんか観光地で行ってみたいところとかありますか？まずまだ自分松山城行けてないんで。あ、そうなんです。ちょっと一回行ってみたいです。ぜひリフトにカチカチ、フェアプレーですね。フェアプレー精神しっかり、こういうとこでも。去年はあれか、あんまり行ったり来たりだったと思うんで、はい、なんか愛媛で美味しいご飯とかなんか巡り合ったお店とかあったり。お店はまあ結構まあ外食とかするんですけど、愛媛に来てやっぱりみかんめっちゃ有名じゃないですか。カンペー食べたんですよ自分。カンペー食べた時にめちゃくちゃ甘くて、うわこれめちゃくちゃうまいわと思ってハマったんですよカンペーに。でなんか調べたら他のなんかいろいろあるらしいじゃないですか、いろいろ他の種類も。ベニマドンナでしたっけ、そうとかいろいろなんかあるって聞いたんで、ちょっと全部食べ比べてみたいなってのありますね今。徐々に愛媛の男になってきてますね。いやそうっすよ本当に愛媛の男に。皆さんもじゃあおすすめのみかんがあったらぜひ、はい、いや教えてほしいです。ぜひ今シーズン自分のこのプレーを見てほしいっていう。そうですね、やっぱ、ゴール前の仕事っていうのは自分の持ち味ですし、やっぱそこでその相手の逆を取ったりとか攻撃にアクセント加えたり、っていうのは自分の武器なので、やっぱゴール前の崩しだったりボールタッチっていうのは、注目してみてほしいなって思います。背番号10番がピッチで躍動する姿、皆さん注目してほしいですね。ちょっとあの昔話だったんですけど、はい、サッカー始めたきっかけってどんなこと？きっかけは、お兄ちゃんが始めたことですね。なんかお父さんがもともとやってて、でお兄ちゃんが小学3年生ぐらいのタイミングで始めるってなって、その時自分1年生だったんですけど、もうそれと同時に始めたっていう感じですね。ご家族で一緒にサッカーが好きだったんですね、はい、サッカー家族ですね。ずっとあのポジションはミッドフィルダーだったんですか？いやそんなことないですよ。なんか高校でセンターバックやったりとか。あ、センターバックされてたんですか？サイドバックやったりとか。へぇ、あ、りょうくんりょうくん、もういろんなポジションやってきましたね今まで。それが今に生きてる部分もありますか？いやそう思います本当に。やっぱセンターバックやったりするとどこがなんかフォワードにとなんか疲れたら嫌だなとかいろいろ考えるじゃないですか、うん、じゃあその時自分がこうフォワードとか前のポジションになった時に
自分がセンターバックあの時あれ嫌だったから、じゃあ俺こういうそういう動きしてやろうとかなるんで、そういう部分では、あ、森くんそういう部分では、あ、教授くんそういう部分で本当にもう役に立ったと思います。いろんなポジションをすることですごい、すれ違いの時にみんな手を振って仲いいですね今。いやそうなんですよ、ね、どの辺止まってますか。もうそこでいいですか、ね、そこでもう大体のところで止めてもらう、もうこのままでいいですか、いいですか、この、こんな感じです。さあ、ちょっと運転してみて、ドライブしてみていかがでしたか。やばいっす、これは乗り心地最高です。なんかアクセル踏んだ感じとか、もうエンジンつけた感じでわかるんですけど、これたまらんっす。さすがレクサスという、はい、もうさすがっす、本当に言うことないっす。なんかもう、あ、これどうしたいなとかもう何もないんで、ナビもでかいですし、かっこいいです、内装も外装も。短い時間ですけど楽しかったですね。めっちゃ楽しかったっす。さあ、ちょっと名残惜しいんですけども、はい、選手ここでですね、ファンサポーターの皆様に、はい、今シーズンに向けての意気込みをお願いできますか。いやもう1年でしっかり、J3 優勝 J2 復帰するので、今年1年熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございます。2人の最後、レクサス様、レクサス松山インター様のご紹介もお願いします。はい、レクサス松山インター店で、ぜひこの素晴らしいレクサスを購入、そして、ぜひ一度拝見してみてください。本日は小原選手ありがとうございました。ありがとうございました。レクサス松山インター。